皆さんおはようございます。中小企業診断士の加藤です。今日はですね、11月1日からですね、施行されますフリーランス新法っていうのが出てきたんで、これのちょっと解説をさせていただきます。よろしくお願いします。11月1日フリーランス新法施行っていうことで、正式名称は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律というふうに言います。まあ目的はですね、個人事業主が安定して働ける環境整備が狙いで、特に業務の発生時のルールを定めることによって、トラブル発生時の適切な対処ができるようにすることっていうことになります。だから、これに関連する方っていうのが、まずフリーランスの方っていうことと、もう一つは発注事業者の方っていうことになるわけですね。で、背景としましては、ここにも書きましたように、働き方の多様性ということで、で、このフリーランスになられる方が、増えてきていると。で、フリーランスの総数は、総務省の統計によりますと、209万人で、有業者、お仕事されている方の3.1%いらっしゃるっていう、33人に1人が、フリーランスということです。私もフリーランスでですね、仕事を始めました。で、実際にやってみるとですね、いろんなトラブルが発生して、それはこちらの責任でなかったりするんだけど、そういうものの解決に結構時間を取られたり、心を砕かなきゃいけないっていう問題があるので、ここを整備したということだと思います。で、まず、先ほど話したように対象者が発注者側とフリーランスの方っていう話をしたんですけど、まずフリーランスの定義っていうのがございまして、まあ、基本的にはですね、フリーランスというのは従業員がいない人っていうことなんですね。従業員がいないこと。で、うちの場合は定住の従業員がいるわけですから、これは私はフリーランスではないということなんですね。で、従業員がいてもいいんだけど、A かつ B っていうふうに言ってるんですが、週20時間以上働くスタッフがいないこと、かつ、雇用期間が多分年だと思いますが、年って書いてなかったんですね。ね、あの年31日以上、つまり1ヶ月ですね、以上働くスタッフがいないことっていうことがフリーランスの条件です。で、法人でも、私どもも法人なんですけども、法人でもですね、フリーランスということができまして、これは、ですね、自分以外に役員や従業員がいないものであればフリーランスということになります。だから法人格は関係ないということです。で、さらにもう一つ先ほどお話したように、発注者の対象というのがあって、まあ、基本的に、企業がフリーランスに仕事を発注するものが対象になりますが、対象とならないものがありまして、消費者が、一般消費者ですね。俗に言う素人さんって言ったらいいのかな。素人の方が、消費者としてフリーランスの方にちょっとイラスト描いてもらえませんかというふうに言うことですね。とか私のためにデザインしてくれませんかとかっていうことで発注した場合は、このフリーランス法の対象になりません。それと、フリーランスの方が、例えばデザインをされて、不特定多数の方にインターネットで販売をされるですね。フリマに出される。これもフリーランス法を買った方っていうのはフリーランスの対象にならない、フリーランス法の対象にならないということになります。だからちゃんとした委託および受託契約を結んだものというふうなことが対象になるんじゃないかなと思います。で、以前、下請け法っていうのがあったんですが、まあ、この下請け法っていうのは、発注して商品が届いてから60日以内にですね、代金を払わなきゃいけないとかって、そういうルールが下請け法なんですけど、これとの差っていうのがあって、これは非常に大きいなと思うのは、最近あるハラスメントですね。このハラスメント対策を発注事業者に義務化してるっていうことになります。はい。だから逆に代金を払わなくて、その理由はお前が悪いんだということで、根拠のないクレームを入れるとか、
そういうことはハラスメント行為になるわけで、そういうものが今回の新法の中に組み込まれているということになります。で、この義務事項っていうのがあって、で、この義務事項は全部で7つあるんだけど、すべての人が全部に該当するんじゃなくて、左側の図を見ていただくとわかると思うんですが、フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を持ってない人。だから、フリーランスがフリーランスに仕事を頼むっていうことですね。で、このようなケースにおいては、丸一番だけ守ってくれればいいと。だから、これが書面等による取引条件の明示っていうことで、要するに契約書を取り交わせっていうわけですね。で、まあ、最悪ですね、実務的に言うと、契約書を取り交わさないまでも、覚書はですね、取り交わしておいた方がいいと思います。全体的な業務のルールとか、ガイドラインとか、企業秘密の考え方とかっていうことになりますね。で、特にその中に、業務の内容ですね、報酬の額、支払いの期日、発注事業者のフリーランスの名称、業務委託した日、給付の受領ですね、役務の提供を受ける日、業務の受領、役務の提供を受ける場所、検査を行う場合っていうことで、私がトラブルになったケースにおいては、まあ、業務の範囲、内容はなるべく気をつけてるんですが、この検査完了日ですね。納品をしたんで、検査書を送って、納品して検査をされたら、検査を返してくださいっていうことなんですが、これが返ってこなかった。で、それによって、その代金を払わなくていいんだっていうような、まあ、主張が、をされる方がやっていたので、こういうところだと思います。はい。で、2番目に、さっきフリーランスからフリーランスっていう話があったんですが、従業員を使用している一般の事業者さん。これがですね、フリーランスに仕事を発注する場合は、1、2、4、6を満たす必要があると。で、1が先ほど言ったように書面による取引条件ですね。2が、報酬の支払い期日の設定っていうことで、これはだから基本的に納品を受け取った日から60日以内ので、できるだけ早い日に報酬を支払うっていうことですね。で、4が、募集情報の適格表示っていうことで、虚偽の、ですね、誤解を与える表示をしてはいけない。まあ、いわゆる、あれですか、強盗とかあるんですが、ホワイト案件ってなりましたね。ああいうふうな虚偽表示、まあ、悪いやつが悪いやつを騙してるっていうことですけど、まあ、虚偽のですね、表示を与えてはいけない。内容を正確に正しく伝えなきゃいけないっていうことと、6、これがハラスメント。先ほどのですね、フリーランスにハラスメントを行っていけないっていうことになると思います。で、さらに発注事業者の3番目として、フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使っていて、一定以上の期間に業務委託をする。だから、ホームページの開発なんかの場合、半年ぐらいに及ぶケースがあると思いますけども、一定期間ですね。で、このケースにおいてはですね、7番にありますけども、6ヶ月以上の業務委託ですね。このようなケース。で、これを途中で解除したり更新したりする場合は、原則として30日前までに予告しなければいけないっていうことで、以前もあったんですが、大手の、会社の原稿を書いていて、そしたら、いや、このプロジェクトは中断したんでっていう、じゃあ途中までの、代金を払ってくださいっていう、いや、うちは発注してないんで。でも、たまたまファックスですね。依頼書のファックスを受け取ってたんで、ほら、ファックスあるじゃないですか。で、これによってですね、全額報酬をいただけることになったんですよ。ですので、結構長い期間のスパンですね、ホームページなんかの場合、途中でホームページ作るのやめたとかってあるわけで、そういうふうな、プロジェクトの中断とかを想定したものですね。
そういう解約の規定などもきっちり定めておく必要があるということになります。はい。で、今後もですね、この法律に関してですね、情報を提供したいと思いますので、何卒ですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。次回はですね、このフリーランス法の罰則規定などについて、ね、お話をしたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。